おはようございます。ケンです。次世代の 500kW スーパーチャージャーがついに登場します。さらにヨーロッパでは新型モデル Y で新たな進展が発表されました。そしてちょっと驚きのニュース。テスラは Uber のロボタクシー提携を拒否しました。一体何があったのかテスラの狙いはどこにあるのか最後にスウェーデン市場でのテスラの動きにも注目です。 一時はボイコットの話題ばかりでしたが、実際のところテスラの販売はどうなっているのか、今日はこれらの最新情報を見ていきます。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず、テスラの次世代スーパーチャージャーが2025年第3四半期に登場します。今回の目玉は、なんと最大5 0 0ットの超高速充電です。 これどれくらいすごいのかというと、現行の V3 のスーパーチャージャーは最大 250kW、つまり単純計算で2倍の出力となります。EV の充電時間はバッテリーの使用によるので一概には言えませんが、仮にフルパワーで充電できれば、今までより大幅に速くなる可能性があります。 特に恩恵を受けるのはサイバートラックのような大容量のバッテリーを搭載した車。これまで EV の課題だった充電時間の長さを一気に解決する可能性があります。さらに今回の V4 スーパーチャージャーは充電スタンドの設計も見直されているようです。従来の V3 のスーパーチャージャーは一つのキャビネットに最大4つの充電スタンドが接続されていましたが、 V4 ではこれが8つに拡張されるようです。これの何がすごいのかというと、充電器1機あたりの設置コストを下げながら、同時に充電できる車の台数を増やせるんです。つまり、より多くの EV ドライバーがストレスなく充電できる環境が整っていくとも言えるでしょう。 テスラはスーパーチャージャーの設置コスト1機あたりを4万ドル未満に抑えることを目標にしていると言われています。充電インフラの拡大を急ぐ中で低コストで多くのスタンドを設置できるのはかなり大きなメリットになりそうです。 そしてここで気になるのが、じゃあどのテスラが 500kW に対応するのかというところなんですけれども、現在のテスラの車両は 800V の高電圧システムには対応していませんが、現状ではサイバートラックのみ対応しているようです。そのため今後の新型車両や改良モデルでは対応する可能性があるとは思いますけれども、対応してくると充電時間の短縮だけではなく、長距離移動の利便性も一気に向上するかもしれません。 THANKS FOR JOINING US. つまり、今回の 500kW スーパーチャージャーは、単なる充電速度の向上だけではなく、テスラの次世代 EV 戦略とも密接に関わってくる技術革新と言えると思います。果たしてこの 500kW に対応する車種を増やしていくのか、現行のモデル 3Y なども対応させていくのか、要注目になると思います。では、次に紹介するのは、ヨーロッパ市場向けに発表された新型モデル Y です。今回のアップデート、正直結構魅力的だと思います。 まず大きな変化の一つが、ローンチシリーズの終了です。これまで日本でも行われていましたが、ヨーロッパでも限定仕様のローンチシリーズが販売されていましたが、テスラはこれを終了し、新しいラインナップに切り替えました。新しいモデル Y は、 RWD、ロングレンジの RWD、ロングレンジの AWD の3つのバリエーションが用意されています。では、それぞれ簡単ですけれども、違いを見ていきます。まずは RWD モデルですけれども、これはエントリーモデルで最も手頃な価格設定になっています。それでいて、航続距離も十分で EV の入門者としては最適な選択肢になりそうです。次に、ロングレンジの RWD。こちらは航続距離をさらに伸ばしたモデルで、 長距離ドライブを快適にこなしたい人向けの仕様です最近は後輪駆動のロングレンジを求める声が増えていて、これに応えた形になります。そして、ロングレンジの AWD。これはオールホイールドライブなので、雪道などでも安心です。テスラの中で最もバランスの取れたモデル Y と言えるのではないでしょうか。でも、今の回のアップデートで注目すべきなのは、スペックだけではありません。 テスラは快適性や細かい部分の品質を大幅に向上させてきました。例えば空力性能の改善、空気抵抗係数が従来よりも低減され、 効率が約10%向上しているようです。これによって高速道路でのエネルギー消費が抑えられ、実際の高速距離にも影響を与えます。さらに車内の静粛性も向上。テスラは音響絶縁を強化し、ロードノイズを低減。これまで EV は静かだけど、タイヤノイズが気になるという声もありましたが、その点も改善されているようです。そしてシートの快適性もアップデート。 今回の新型モデル Y にはベンチレーションシートも搭載されています。これはシートの通気性を高める機能で、特に暑い夏場に重宝する装備となっております。また、リアに8インチのタッチスクリーンを追加。これは後部座席の乗客がエンターテインメントを楽しんだり、空調を調整したりするのに便利な機能です。長距離ドライブが多い人には嬉しいポイントとなると思います。 一方で少し残念なポイントもあります。それは一部の限定カラーが廃止されたこと。例えばミッドナイトチェリーレッドといった特別カラーは新ラインナップでは提供されていません。とはいえ今回のモデル Y の進化は性能、快適性、実用性のバランスが非常に良い,いアップデートになっています。 特に EV を初めて買う人にとってはより魅力的な選択肢になったと言えるでしょう。では次にテスラとウーバーのロボタクシー問題について見ていきます。なぜテスラはウーバーとの提携を拒否したのか、その理由と今後のロボタクシー戦略について見ていきます。はい。ではここからはちょっと気になるニュースです。ウーバーの CEO、ダラ・コスロ・シャヒさんが明らかにしたのは、テスラがロボタクシーに関する提携を拒否したという話です。 普通に考えれば、テスラとウーバーの提携はかなり理にかなっているはずです。ウーバーは廃車プラットフォームを持っているし、テスラは自動運転技術を開発しています。この2社が手を組めば、かなり強力なロボタクシー事業が生まれそうではあるんですけれども、テスラはこれを拒否しました。では、なぜテスラはウーバーと組まなかったのかその理由はシンプルです。テスラは自社でロボタクシー事業を展開するつもりだからです。 イーロンさんはこれまでも完全自動運転が完成すれば、テスラの車はロボタクシーとして稼働できるようになると何度も発言しています。つまりテスラは Uber のような仲介プラットフォームを必要としていない。むしろテスラはテスラネットワークという独自の配車プラットフォームを作ろうとしているとも言われています。もしこれが実現すれば、テスラオーナーは自分の車をロボタクシーとして運用し、使っていない時間にお金を稼ぐことができます。 これは Uber のビジネスモデルとは根本的に違います。Uber はドライバーを雇って運営していますが、テスラのロボタクシーは完全無人を目指しています。つまりドライバーが不要になり、コストを劇的に下げることができます。 じゃあ、ウーバーはどうするのかというところですけれども、ウーバーは自動運転に興味がないわけではありません。過去には自社で自動運転技術を開発していましたが、安全面の問題やコストの高さから撤退しました。現在は他社の技術を使って自動運転タクシーを展開しようとしています。 テスラがウーバーと組まなかったことで、ウーバーは他の自動車企業と提携する可能性が高くなりました。例えばウェーモと提携する可能性もあるのではないかと思います。例えばウェーモと提携する可能性があると思います。特にウェーモはすでにアメリカの一部地域で完全無人のロボタクシーを運用していて、技術的にはかなり進んでいます。もしウーバーとウェーモが提携すれば、ロボタクシー業界の勢力図が変わるかもしれません。 ただ、テスラのロボタクシー計画には一つ大きな課題があります。それは完全自動運転が本当に実現するのか という問題です。FSD は確かに進化していますが、まだ法規制の壁もあります。例えばアメリカでも州によっては自動運転の規制が厳しく、無人運転がすぐに解禁されるとは限りません。この点で言えば、すでに規制をクリアしているウェーブの方が短期的には有利なのかもしれません。しかし、もしテスラが FSD を完成させ、ロボタクシーを実現できれば、これはまさにゲームチェンジャーになります。なぜなら Uber や l フ f t といった既存の配車サービスを 根本から変えてしまう可能性があるからですテスラのロボタクシーが成功すれば移動の価格が安くなりますテスラオーナーが車を使わない時間に収益を得られるようにもなりますこのような新しい経済圏が生まれるかもしれません では実際に市場ではテスラの人気はどうなっているのか次はスウェーデンでのテスラの販売状況を見ていきますロードストライキや政治的な影響を受けながらもテスラの販売はどうなっているのか次はそちらについて見ていきますはいでは今日最後のトピックですけれどもスウェーデン市場でのテスラの動きです実はここちょっと面白い状況となってきています スウェーデンではテスラに対する労働組合のストライキが起きたり、イーロンさんの政治的な発言が話題になったりと、いろいろな理由でテスラバラネが起きるかもしれないと言われていました。特にスウェーデンの労働組合 IF メタルによるストライキは、テスラにとって大きな課題になりました。 組合員がテスラ社の登録手続きを拒否したり、整備作業をボイコットする動きもあり、一部の顧客がテスラを避けるようになったんです。でも、実際のデータを見ると話は少し違います。スウェーデンの中古車大手、リッターマークビルによると、テスラの販売台数はむしろ増加しているとのこと。モデル3とモデル Y の需要が高く、販売は安定しているようです。また、中古車市場でもテスラの需要は高く、一部の消費者は 今が買い時と判断して積極的に購入していると言われます。 ここでもう一つ興味深いデータがあります。スウェーデンのオンラインマーケットプレイスブロックケットによると2023年の初めにはテスラの広告閲覧数が560万回でしたが2024年には400万回に減少。これは28.6%の減少ということになります。一見するとテスラへの関心が下がっているようにも思いますがここで注目するべきなのは2025年1月には年々同月比で 7%増加していいるという点ですつまり一時的には関心が下がったものの、最近ではテスラに対する興味が再び高まっていることがわかります。じゃあなぜツエーデンでテスラの人気が落ち込まなかったのか、その理由がモデル Y の圧倒的な人気です。 モデル Y は2023年と2024年にスウェーデンで最も売れた車の一つになっていて、新型モデル Y が登場したことで、さらに需要が高まる可能性があります。特に航続距離が伸び、快適性も向上したことで、次の車は EV にしようかなと考えている人にとって、モデル Y は非常に魅力的な選択肢になっているようです。 はい。では、ここで今回の話をまとめていきましょう。今日の動画では、500kW スーパーチャージャーの登場で EV 充電がさらに進化する話、新型モデル Y の改良ポイントとどのモデルが最適なのか、テスラと Uber のロボタクシー戦争がどうなるのか、スウェーデンでのテスラ人気が続いている理由、こちらをお伝えしてきました。皆さんはどの話題が気になりましたか 僕はヨーロッパでモデル Y のローンシリーズの終了です。日本ではまだローンシリーズが販売されていますが、もしかしたら近々終了するかもしれません。そしてヨーロッパと同じ仕様になっていくのではないかなと思っています。はい。ということで、ぜひ皆さん今日気になったニュースをコメントで教えてもらえたらと思います。今後もテスラや EV に関する最新情報をお届けしていきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では、テスラのある生活を楽しんでいきましょう。 はい。では今日は日曜日なので、先週の日曜日に行ったアンケートの結果を見たいと思います。先週の結果ですが、テスラの株は先週末は355.84ドルで、今週末が337.8ドルということで、正解は下がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。 今回は442票いただいております。ありがとうございます。結果としては、上がると答えられた方が一番多くて61%ですが、正解は下がるなので24%の方が正解となっております。 では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが4名の方が正解となっております。そしてこれに伴い連続正解ですが、現在 AW139MK2 さんが3週連続正解で4週連続に向けて大手となっております。こちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。 株式投資は株価予想などいろいろあると思いますが実際に毎週毎週やることでその難しさがわかりますそして株式投資で上がるか下がるかそれがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思いますしかし毎週行い自分はこういった理由から上がると思う下がると思うと毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて投資をする 際には何かしら根拠や分析を持って投資をすると思いますその時毎週自分なりの分析をすることは役立つと思いますぜひ僕の youtube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップそしてぜひ他の方のコメントもご覧になってくださいそうすることでそういった視点もあるのか というふうに勉強になるとも思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメントを通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひね皆さん参加の方よろしくお願いいたします。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい。ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。